そしてですね、今回はキャプテンアース、からゲストが来てくださっております。あの方ですね、皆さん大好き、このセリフだってブーメラン見たいんだもんのあの方です。これね、反響が大きくてメールもいっぱい届いております。ラジオネーム奈良パセリさんからいただきました。ラジオ第2回のミユくんのだってブーメラン見たいんだもん、たまりません、もっとください。はい、もう今日はこれでもうおしまいです。あまりにときめいたのでラジオでのジングルにしてみたらどうでしょうか。もしくは BD と、DVD 特典で尺ボイス配信とか、できなければもう一周言ってください、みゆくん。はい、言いました。そして次、光の守護神さんからいただきました。第2話の花のセリフ、だってブーメラン見たいんだもんはやられました。何ですかこの可愛いセリフ、カヤノンの可愛さが満載で枕をバンバン叩いてしまいました。えのきとさんもあのシーンは3人の絆が感じられる大事なところとおっしゃっていたので一言の重みを感じました。今後も様々なシーンに注目して見ていきたいと思いました。様々な伏線がありそうですし楽しみですね。まあぜひ言ってもらいましょう、後でね。だってブーメラン見たいんだよ、見たいんだもんか、ね、もんの言い方がねとっても可愛い評判です。さあどんなお話を聞けるんでしょうか、皆さんお楽しみに。今日もよろしく。